皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、今回も楽しく日本史を勉強しましょう。え現在は、江戸時代一を勉強しています。はい、第一段階ということですね。はい。 概要について勉強しましたので、今回から具体的な内容に入っていくということになります。まずは江戸幕府の始まりから見ていきましょう。今回は秀吉死後の政権争いの冒頭部分を勉強したいと思います。1598年、秀吉が亡くなった時、 後継ぎの秀吉は秀頼が成長するまで徳川家康上杉景勝ほか5人の有力な大名これを五大老と呼びますと秀吉が信頼するどちらかというと若手の石田三成や浅野長政ら5人の家臣 これを五奉行と言います。この十人で相談して政治を行うよう言い残しました。しかし、秀吉が亡くなると、家康は他の大名との関係を、まあ、勝手に <laughs> 深めるなどの動きを見せ、三成は家康が天下を狙っているのではないかと疑いを持つようになりました。他方で、 秀吉、秀頼の家臣の中で、石田三成を中心とする行政で秀吉を支えたグループと、浅野長政や加藤清政、福島正則といった戦で手柄を立ててきたグループの間にも対立が生じてもいました。はい。ここに、 徳川家康のののこれままでで歩みといいううものが書いてありますそうですそね徳川家康は最初はかなり小さな、えー、大名、大名というか、まあ、武将でしたので、ここで一旦おさらいとして、家康のこれまでの歩みを見てみましょう。徳川家康は三河、現在の愛知県の東側の大名、松平氏に生まれます。 松平氏は三河の黒人出身の大名でしたが、隣接する今川氏や小田氏に比べると弱小な大名でした。家康は家を継ぐ前、松平元康といって、今川氏に人質に出されたことがあります。1560年、 桶狭間の戦いで今川義元が討ち死にし今川氏が弱くなると信長と同盟し三河を取り戻しますそして名を徳川家康と変えとうとうう三をこれは今川の土地ですねこれを攻め取りますその後信長の同盟国として武田氏や 工場氏といった隣接する信長の勢力の東南部を守り続けます。守る役、大変です。1572年の三方ヶ原の戦いでは、武田信玄に大きく負け、命の危険もありましたが、その後、武田信玄が病死し、兵隊は 会へ戻ったため、一命を取り留めました。逆に、1575年の長篠の戦いでは、信長との連合軍で武田勝頼に対象し、駿河を得ることにもなり、1582年には最終的に武田氏を滅ぼして、会と信濃の一部、 つまり、武田氏の領地も得ました。秀吉には、後継者争いで一時抵抗し、秀吉の軍を下すなどしたのですが、和解し、その後は秀吉に従います。1590年、秀吉の小田原攻めに協力し、北条氏を攻め滅ぼしますが、その時の 秀吉の命令。秀吉は褒美と言いましたが、これは実質的な命令でした。領地をこれまで治めていたところは全て取り上げられ、北条氏が治めていた関東に移され、江戸を居城、住処としました。それでも、秀吉の生前は、秀吉配下では最大の大名と、 なっていました。これが徳川家康のこれまでの歩みです。次回は関ヶ原の戦いについてお話ししたいと思います。今回の配信は以上となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。